新卒採用が採用の文句として9割9分だと思ってて、転職しようでかって送ったとか、そういった選択肢に対しても有効だと思うので、今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、どうも皆さん、こんにちは。特集のマサです。サスケです。というわけで、本日も視聴者から寄せられたお悩みをサスケさんに解決していただくコンテンツ取っていきたいなと思います。よろしくお願いします。やった。というわけで、じゃあ本日は何でしょうか。最近増えてきたキャリア相談として、商社とか大手に転職したいっていう問い合わせがすごい増えていて、これはちょっと一回コンテンツした方がいいなと、はい、今日動画回してる次第でございます。深そうですね。新卒の時に目指された方が多いのかなと思ってて、そこでこうたまたまご縁がなかったケースもいらっしゃるかなと。そういった方が第二新卒のポテンシャルで目指したいところではあるのかなっていうのは理解できるかなと思うので、そこに対する相談ってことだよね。結論、日系大手の転職ってそもそもできるんですか。流れは良くなってきていて、可能性は今後広がってくるんだけど、足元まだまだ結構難易度高いっていうのが一旦結論、事実として。まあそうだね。ので、それを踏まえてみんながキャリア形成をどう考えるかっていうのが大事なので、その対策までしっかり動画ではお伝えするような形の着地にしたいなと思ってます。一旦現実をね、知るっていうところから始めたいですよね。それもこの YouTube の価値かなと思ってるので、あくまで僕が知っている情報に基づく、ちょっと厳しめの現実は伝えたいなと思ってる、そうだよね。まあ基本的には新卒採用が採用の門戸として9割9分だと思ってて、中途採用転職で入ってくる人たちっていうのは、いわゆるその業界のスペシャリスト、スーパーマンみたいな人たちが入ってくるパターンしかないのかなとは思ってるので、いわゆる第二新卒のポテンシャル採用っていうのが門戸としてそもそも厳しいよという話に尽きるかなとは思ってるんですけど、サスケさん的にプラス詳細補足いただける観点ありますかね。ほぼほぼ言ってもらったかなとは思っていて、やはり新卒が大半を占めるのが大企業、JTC とかあれだりするけど、ジャパニーズトラディショナルカンパニーね。トラディショナルカンパニー。ここは、まだまだ大きくは変わってない。加えて中途がどういう人が入ってるかというと、いや、特定領域の専門性を持ったスペシャリストを外部から取ってくる商社であれば、やはりプロジェクトマネジメントができる、外資コンサル出身の人間をプロジェクトにアサインしたりだとか、ここに外資系資格を持った人間をバックオフィス系の部署に配属したりだとか、ホームの話しかりだよね。こういった採用が、メイン、あとは業界軸で区切っても、その業界のトッププレイヤーを他社から引き抜くとか、ここがもちろんね、いろんなね、マイノリティなケースはあるんだけど、マジョリティとしてはこれがほとんどを占めるっていうのが、まだまだ多いので、足元の倍率とか、はすごく高くなってると。その上で流れは良くなってきてるよっていう話があったじゃん、冒頭。で、僕が掴んでる情報ベースでいくと、とはいえ商社もさ、その新卒で採用した子たちが、まあ、どんどん辞めていってしまうと、我々も辞めた立場で言うのもなんなんですけど、数十人単位で辞めてる世界観が、90年代生まれの人たちかなと思っていて、人事としても採用育成戦略がもうガラッと変わってきてるフェーズになったと。それをもって中途採用のとこだったり、あるいはその他の採用戦略を考えてる最中で、これからどう変わるかわからないよっていうのが、この撮影時点での、リアルな情報かなと思ってたりしてます。少なくとも僕らそのあたりの機微に情報をつかめるとは思うので、今後潮目が変わった瞬間には情報をアップデートしていきたいなと思ってるので、そこの点は安心していただけたらなと思います。本当におっしゃる通りだと思ってて、潮目は変わってきていて、一つ、人がそもそも減ってるから取らなきゃいけないっていうのはもちろんあるんだけど、もう一つあるのは、商社並びに大企業もいろんなこう DX を推進しますとかっていうことをいろいろやってる中で、そもそも社内にそのスキルを持った人がいないっていうケースが相対的に増えてるんだよね。なので、その領域の経験を持った人外部から取らなきゃいけないっていう動きは、人減る減らないの議論と別軸でまた必要だったりもするので、その2つ合わせて結構取り始めてるっていうのがあって、みんなもこうなんだ、 Facebook 広告を見たことがあったりとか、大手エージェントが、例えば丸紅の求人がありますとか、東京会場の求人ありますみたいな、最近すごい出てるので、はいはい、まああいう動きは確かにある、潮目は変わり始めてるし、今後この流れは加速するんだろうなと思ってる。この視聴者の方々って、まだその専門性とかもまだ完全には身につけられてませんみたいな方が多いのかなと思うんだけど、とはいえいろんな、ね、キャリア楽しそうだなとか思うわけじゃん、日系大手も、ね、含めて。どういったそのキャリアの選択肢というか、その目標に向かって準備をすべきなのかみたいなところが、サスケさんからお聞きしたいのかなと思うんですけど、このあたりどうでしょう、対策とかって何かあるんですかね。
今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。いやいや抽象的な対策言い方にはなるんだけど、前提としてやっぱり大企業とかさ、日系大手とか商社っていう括りでさえすごくポジションが広いわけじゃん。だから本当に特定のポジションを狙おうと思うと、解像度上げていかなきゃいけないんだけど、一般的に大手が欲しがるとか、そういった転職市場で価値を持つ人材っておくってことが、どういった選択肢に対しても有効だと思うので、一旦はそういった広く大手に将来転職できるような市場価値を上げるための対策っていうのを今日述べられればなと思うんだけど、その観点でいくと、大きく分けると現職での機会と外での機会2つあるかなと思ってて、まずは現職でのこうスキルアップの機会を求めるっていうのが一つあると思ってます。これはもちろんいる現職にも依存するので、できる人できない人はいると思うけども、基本的にIT だったりとか、すごく市場が伸びている領域の事業にアサインされる努力をするとか、あとはプロジェクト系の業務に貪欲に取り込んでみる、要はルーティンワークがあるような商社でいうトレーディング業務とかではなくて、やっぱりプロジェクト系の業務とかにどんどんアサインされていって、比較的業界的にも新しいことをやっている領域に入る、市場価値が高い領域に現職でも入ろうとするって努力がまず必要だと、はい、うん、そうだね。市場価値がきちんと上がっていく業界および職種に自分の身を置けてるかどうかっていうところが最初の自分に問うべき質問だと思ってて、もしそれがハマってれば今のそのポジションでね、ガリガリ頑張ればいいだけだし、もしそれがハマってないようであればその機会を求めましょうと、そのために努力しましょうっていう話と、もしそれが社内で実現しないのであれば外の機会を求めましょうみたいな話になるのかな。外の機会っていうのがいろいろあるとは思うんだけど、これはまだ昔から言われていることで、例えば MBA を取るみたいな選択肢があるとは思っていて、MBA か、そうそうそう、やっぱりね、裾野広いんだよね、まだまだ。そうなの、価値は MBA オワコンじゃないですかっていう問いも結構あると思うんですけど、中的にはそうだね。で、僕も MBA に全面的に賛成かというと、ケースバイケースっていうスタンスは取っているものの、やっぱりね、その後のキャリアの裾野が広がるっていう意味では、まだこう逆転のカードとしては有効になるケース多かったりするから、選択肢としては持っといていいんじゃないかなと。そうだね、確かにね。僕も当時学生時代だけど留学した時に、社会人でアメリカに留学されてる方いたんだよね、会社辞めてきましたみたいな、1年間コミットした結果、やっぱ日本帰ってきてちゃんとした会社に皆さんご就職されてたよね。ビッグフォーとかコンサル系のね、自分の何かこう価値を高めるアクションとしての MBA っていうのは一定意味を持つものなのかなっていうのはまだ感じる部分があるかな。あとはもうやはり転職の文脈になってくるんだけど、枠では外資系に入るっていうところだったりとか、もう一個は外資ない人はだけどコンサルっていうところは汎用的なスキルが身につく、市場価値が上がるという意味では、すごく有効なので、日系大手もそこを経由してるっていうのはすごく好きというのがあるので、そこに転職のチャンスがある方はとりあえずちょっと先まで見据えられないんだけど、社内にいてもチャンスないしなっていうような方々とかは一旦そこに挑戦してみるみたいなことはあったかなと思います。なんかこの間の動画でなんかサスケが言ってた、自分がたどり着きたい転職先に今の現職から一気にこうワンステップでいくことは無理なんだけど、階段上るように2ステップ挟んでいくみたいな、このキャリア戦略をきちんとみんな理解した方がいいよみたいな話をしてると思ってて、そういった意味でここの間に挟むもう一個のクッションみたいなものが、今言ってくれた外資系のなんちゃらだったりコンサルティングのなんちゃらみたいなところが選択肢として面白いんじゃないのっていう話だよね。そうだね、朝この対策の前提に当たる部分というか、基本思想として持っておいてほしい部分なんだけど、キャリアって、なんかすぐに実現できることが多いものでもなくて、やっぱ中長期でゴールを見据えて、中間ルートをしっかりと戦略的に取ることで、最終的に行きたいときにも行けるっていうのが、叶いやすくなるものだったりもするんだよね。5年、10年、視点を伸ばして、そこの未来に向かったプロセスを戦略的に取るっていうのは有効だし、よくエージェントの方々だったり、僕らもキャリア支援する中で、カスタマーの皆さん、求職者の皆さんにお伝えしていることだったりもするので、例えば中小企業にいる方々がいきなり日系大手に来年行きたいんですみたいなことが難しいんだけども、戦略的にいろんなことをやっていく過程でやっていた先にそれが叶えられるってことは、キャリアとしてはあり得るっていうことだと思います。じゃあ MBA と外資みたいなところを経由して市場価値を高めましょうという話が対策の一つという感じですかね。なんか他に論点だったりするのかな。
あとはこの動画に対する答えではないんだけど、そもそも大手が本当に正解なのっていうのは考えた方がいいと思ってて、はい、大手にいた人間として何を思ったんでしょうか、サスケさんは。いや、まあ僕らはどっちも知ってるじゃん。こう恵まれてるポイントだったりとか目立つところだけを取るとやっぱり大手がいいっていうところはまだまだね、世間の感としてはあるなと思うんだけど、数多くキャリア相談を乗る中でしっかり自己分析をして種卸しをしていくと、全然やりたいことが大手の軸にマッチしてなかったりとかってあるわけよ。で、盲目的になんとなくやっぱサイズが大きいとこういうの大手ですっていうふうに言ってしまってる人は多いから、そういう軸をシャープにして結果それが大手にはまってるから大手なんですっていうことであればいいんだけど、それがハマってないのに盲目的に大手っていうのは本当にそれイエスなのっていうところは改めて考えた方がいいと思って、そもそも難易度高いことやろうとしてるわけだし、そこはね本当にね見定めた方がいいと思う。大手に行きたい人の思考性というか、どうしてもこうなっちゃうなっていうパターンは、その名前に惹かれてしまうみたいな、この看板背負ってる俺かっこいいみたいなところを転職の動機、あるいはこう新卒でのこう就活の動機の裏目的として構えがちだなと思ってて、実際それっていいモチベーションにはなるんだけど、それ手に入れた後ってぶっちゃけ何も感じなくなるよみたいな、そこってキャリアの本質じゃなかったなっていうのを後々気づくことになると思うんですよね。だからこそそこの裏目的とか自分の心の声、本音を聞いてみて、なんかこうキラキラネームに惹かれてんな俺って思ったら、一度改めてキャリアの棚卸しみたいなところは、やった方がいいのかな、個人的には思ったりしますね。本質的にはモサの言う通りだと思うし、まだ就活段階でとにかく社会に出たことがない状況で、そのが広そうな大手に行くっていうのはまだ分かるんだけど、転職の段階で後からこう大手を目指す理由が、あまりにも解像度が低いっていうのは、さっきの難易度の観点でも費用対効果合わないような対策になってくるし、また転職市場っていうところを踏まえるとより就活の時とも状況違うかなと思うので、ここは真剣に考えた方がいいかなと思う。なるほどね。ってなった時に大手が正解かどうかを考えました、俺大手じゃなさそうだなと思った場合に、それ以外の選択肢って何があるんだろうって思う人たちたくさんいると思うんだけど、どうですかね、なんかサスケさん的にはそういう人たち向けにおすすめの選択肢ってこういうのがあるよみたいなの。一個戻るけど、やっぱり伸びてる方に行く、本当に今は大事だなと思ってて、転職の外見を見てても、まあ、日頃から僕らがおすすめしている、SaaS の領域だったりとか、ここはまだ転職市場という需給がバランスしてない、需要の方が大きいので、まだまだ未経験でも入るチャンスがある領域だし、僕らも支援注力している領域だしね、ここは本当にお勧めできるなというのがあったりします。でも SaaS は詳しくはね、いろんな動画出してるからそちらを見ていただければと思うんですけど、そこは一つあるなと思うし、あとはやっぱりもうコンサルだね。これは外資内資問わずっていうところで、もちろん外資コンサルの資料価値高いっていうふうに言われてはいるんだけど、内資のコンサルでもね、しっかりこうプロジェクトマネジメントができる人材っていう、その後のキャリア取りやすかったりするので、みんなこうコンサルっていうと外資コンサルをイメージしてめっちゃハードル高い、全然入れるもんじゃないっていうふうになんか可能性に蓋をしてしまってる方が多いんだけど、みんなマッキンゼー想像してるんじゃない？マッキンゼー、BCG、ベインが全てじゃないから。そうだよね。そう、ベイカレントとかももちろんあるしね、いろんなこう会社がある中で、全部一定難易度は高いんだけど、対策したら不可能ということはないし、一個皆さんに希望を与える情報としては、コンサルってもう未経験採用がまあほとんどなんですよね。人材の流動性激しいからね。出ていく人も多いし、コンサルからコンサルの転職する人って、皆さんが想像してるより多くないんですよ。だからコンサル業界もニーズに対して経験者が足りてないという状況が常に続いてるから、未経験でポテンシャルがある人を取ってるんですよ。統計によったら 7,8 割ぐらい未経験って言われるぐらい未経験者が多い領域だったりするから、本当にしっかり対策をして経験を積んでいれば、チャンスがあったりするので、自分なんか無理なんじゃないかなっていうふうに何も調べずに思ってる方がいるんだとしたら、そこはそうだよなよっていうのは覚えておいて。なるほどね。すごくハードな環境で武者修行的な場所かなとも個人的には思いますけど、ちょうどねこの間まるまるチュアなマネージャーと話した時に力ある人こそぜひ来てほしいっていう風に言ってたし、ハングリー精神っていうかね、本当に修行に来てますみたいな感じで、がむしゃらに頑張る人が評価される世界だから、そこはねそういうもんみたいですよ。ぜひチャレンジしてみてくださいって感じですかね。そうだね、だと思います。そんなこんなでいろいろ聞いてきましたけど、最後かな、スタートアップのところ、SaaS とか、まあ次よって話はあった一方で、直近さ、アメリカの経済本当先行き大丈夫かみたいな、景気がどんどん悪くなっていくんじゃないかみたいな話が、世界中にはびこり始めてますので、仮にね景気が減速した瞬間に、転職の門戸って狭まると思うんですけど、
逆に言うと今この需給がバランスしていないこの SaaS 領域への転職っていうのは今が狙い時っていうふうな理解で合ってます？そうだね、だと思うし、まあマクロ環境だからね、僕らが予想したところで外れる可能性は全然あるんだけど、うんうん、まあ、手前でまだ SaaS の中でも力のあるところはしばらく、ね、うんうんうん、積極的に採用するって公言してるところもあるぐらいだから、うん、短期でどうこうなる話でもなかったりするかなとは思ってた、ね、はい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 、特集ではそういったねマクロ経済がこうだからどんどん業界がこうなっていくよみたいな話もしていきたいなとも思ってたし、こういった情報ってみんな欲しがる気がしたので、サスケさんも随時アップデートよろしくお願いします。はい。そんなこんなで、日系大手の転職って現実的に可能なんですかというお話でしたが、結論かなり厳しいと。スペシャリティがないとかなり厳しいんだけど、ただそれで諦めるんじゃなくて、きちんと中長期のキャリアを、まあ、見据えた上で、逆算的にステップアップしていくという思考を持ってぜひレベルアップしていってくださいという話でございました。僕らの方でね、今、まあ、転職相談無料でやっておりますので、ぜひね、僕の場合どうなんだろうというふうに思われた方は、ぜひ概要欄の URL チェックしてみてください。あ、すみません、はい、ちょっと今結構応募が殺到していて抽選制を引かせていただいてるんですけども、はい、やたら多いね、やたら多いね、みんな悩んでるよ、ね、バック気味なんですけど、応募いただければチャンスはあるので応募いただければと思います。はい、ありがとうございます。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。はい、また役に立ちそうな情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回しましょう。 See you next time. バイバイ。バイバイ。前提すごく厳しいっていうのをまず押さえた方がいいです。何、うんうん、やかんだで、ね、話進分すると、うん、言っときゃいいんじゃないかなと思います。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない。現職にモヤモヤしている。転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない。このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい。こういった思いや悩みを抱えている皆様は、ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。